抑えられていた上宮、4回裏2アウトランナーは1塁、まだヒットがありません。相手のエラーでランナーが出ました。一塁線ライトが追っている、いっぱいに落ちました。一塁ランナーは三塁に向かいます。一塁三塁、初ヒットが出ました上宮高校。浜田の初安打でした。続くバッターは5番のキャプテンの峰治。ショートの頭上、先制点は上宮。こんにちは。リードした上宮、5回裏ワンアウト、バッターは8番の鈴木です。ライト線ライトの上地、取れません。あ、スタンドにワンバウンドで入りましたか。エンタイトルツーベース。上宮高校のラストバッターはピッチャーの山本。初球です。セカンドの頭上を越えました。スタートをくれたランナーは、あー、しかしボールは右中間を抜けてます。悠々と三塁を回って生還、打ったランナーは二塁にストップ。2点目が入りました上宮。このストレートどうですか、このバッティングは。山本君ですね、やはりあの手先ではその球に巻きますんで、はい、非常にうまく腰を入れて、はい、体全体で打ってますよね。まだ今8回上宮2番の清水です。ミートしました、右中間です。抜けました、どこまで行く、三塁行く、俊足だ、スリーベース。久々に上宮チャンスを迎えます。ストレートでした。どうですか。ま、あのうまくかぶせましたですよね、はい、あのかなり、力のある球だったんですが、ま、打った清水君を褒めるべきでしょうね、はい、バッターは3番森本。レフトに大きなフライ、犠牲フライになるかどうか。下地スタートを切りました、バックホームします。直接帰ってきたがホームイン、貴重な1点を追加しました上宮高校。成功、締めていけよ、頑張るよ。さて最終回、沖縄水産2アウトランナーはありません。バッターは2番の米須。チャーの左、ショートも飛びついた、一塁はお見事。上宮高校は沖縄水産を下しました。沖縄水産の方は送りバント失敗2つが結局響きましたね。ご覧のように3対1で上野高校が勝ちました。ナイスピッチ。